八代ダムは、山口県大島郡須防大島町にある、二級河川、八代川に設けられたダム。ダム湖は、八代湖と呼ばれている。ダム地点における、計画降水流量103立方メートル、S のうち67立方メートル、S をカットする、洪水調節と、ダム下流沿線の既得用水の補給等、流水の正常な機能の維持と増進を図ることを、 目的としている。瀬戸内海に浮かぶ島に設けられたダムとしては、珍しい本格的なロックフィルダムで、包みいただきからは、瀬戸内海を望むことができる。ダム湖の八代湖周辺には、下木の植栽が整備され、水仙や桜、ツジなどの花が季節を彩る。ダム湖の名前は、一般公募によって決められたものである。八代側は、 山口県の東部に位置する八代島にあって、島内最高峰の加納山にその源を発し、大島郡津防大島町の西側の南東から、北西に干流して、瀬戸内海に注ぐ、航路延長6 5トル、流域面積18平方キロメートルの二級河川である。八代川は、瀬戸内の島の河川の特徴として、急流で、下流部の開けたところには、 河川沿いに人家が密集している。流域の沿岸はかなり上流まで開け、左右岸の斜面は、後位標高部までよく耕され、人家、田畑及び未開園が存在する。地質は、両家変成体に属する、花崗岸系を、主とし、表層は深部まで風化して、マッサ状化しており、粘性及び保水性に乏しい。以上のような地形、地質であるため、 一旅集中豪雨に見舞われると大洪水となり、下流沿岸に大きな被害を及ぼしている。かつては、八代川における、利水安全度は低いとされており、1886年には、現在のダム建設地点の下流域で、死者110人にも及ぶ、大水害が発生している。また、1954年より、改修工事が進められているが、 1965年頃から1990年頃の出水状況からすると治水の安全度は極めて低いものとなってきたため、これらの二次回収が必要となっていた。一方、離水面については、干ばつ上州地域のため、しばしば深刻な水不足に見舞われ、八代川も古くから灌漑用水として利用されているが、本地域は、 県内でも、最も降水量の少ない地域でもあるため、近年しばしば深刻な水不足に見舞われており、その対策も強く望まれていた。これらの抜本的対策として、洪水調整及び流水の正常な機能の維持を有した日下げ高46.5メートル、総貯水容量155万立方メートルの山口県内では、初のロックフィル形式の治水ダム建設が策定され、 1972年に事業を着手し、1974年に関連事業、着工、1991年3月に完工した。ヤシロダム公園のちびっこゲレンデダム湖畔ダム見学、見物は無料。ダム湖畔にはヤシロダム公園が整備されており、公園内には大型の人工芝滑り台、ちびっこゲレンデと、鉄棒、運転等の遊具や人形、 また白鳥や鯉の餌の自動販売機が設置され、山里の自然景観の中で、ゆったりとした時間を過ごすことができる。近くには、滞在型市民農園、ガルデンビーラ大島が整備され、都市部の人たちに、楽しみながら花や野菜作りを行っており、都市住民との交流の拠点にもなっている。ありがとうございます。